はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日はネーションズリーグ第4戦、はい、イタリア戦を振り返っていきたいと思います。はい、はい、やっていきましょう。はい、その前になんですけどね、はい、昨日エルサル販売したんですけど、はい、たくさんの方がね、ご注文いただいたということで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まだね、この僕が着てるポロシャツとかね、余ってるんで、うん、サイズによっては余ってるので、はい、チェックしてみてください。はい。はい、今後もね、バレーするのはエルサルということで、エルサルでね、展開していきますので、よろしくお願いします。はい、買った人は、メンションしてくださいね。はい。あとね、サイトから、概要欄からね、サイト飛べるんでね、はい、興味のある人は、まあ、チェックしてみてください。かっこいい商品、たくさん出してます。はい。はい、ということで、今から振り返っていきます。はい。まあ、VS イタリアってことだったんですけど、うん、まあ、結果から言いますと、今回の予選、はい、3対1で、イタリアに負けました。はい。残念。まあ、強かったですね、イタリアね。イタリアなんか、めっちゃ強かったね。世界ランク、まあ、3位、4位で、まあ、ね。うん。かなり上位のチームですからね。そうやね。一応ね、始まる前、戦う前は、世界ランク日本が3位、で、うん、イタリアが4位って感じだったんですけど、うん、今回イタリアが勝ったので、イタリアがまた3位に浮上したっていう感じだね。なるほどね。はい。直接対決で、まあ、勝った方が3位キープ、3位、4位っていう感じだったんやけど、うん、勝ったら3位、負けたら4位って感じだったんやけど、はい、日本がね、今回負けちゃったんで、うん、日本はまた4位にちょっと下がっちゃいましたね。うん、うん。まあまあまあ、その、一試合一試合でね、そんな一騎一遊してもね、世界ランク一騎一遊してもしょうがないんで、まあ、結果的にね、ラインの高みたいなところで見れればいいんじゃないですかね。うんうん。はい。ってことで、まあ、イタリア、どんな選手がいるのかっていうと、まあ、イタリアは、もう、セリエ A っていうね、世界的に一番レベルの高いっていうクラブの国なので、うん、もう、なんていうの、みんなタレント揃いって感じかな。うん、まあ、その中で、まあ、一番有名で言ったら、まあ、セッターのジャネッリとかかな。うん、あとは、左利きの、ミケレット。ミケレットとかかな、最近は。うん、まあもうみんな本当に有名だけど、みんな本当にセリエ A のトップのとこでやるよみたいな感じだね。で、控えのセッターとかもトレンティーノっていうね、この間優勝したセッターとかなんでね。優勝した？あ、この間っていうか、1年前かな。1年前に優勝したセッターとかが、普通に控えのセッターみたいな感じだったりするので、それぐらいレベルの高いチームですね。うん。まあイタリアの印象としては、印象というか、若い。若いけど、しっかり完成されとるっていうチームかなって感じだね。イタリア若い。ね、日本も結構若いやん。若くない？日本、あ、まあ、でも最近海君とかもね、多いし、ね、まあまあ若いんか。そう、だけど日本の平均年齢が 26. 点何歳とかやったんやけど。あ、そうなん？うん。あ、それは若いね。まあ若い方やん。だって俺らよりほぼ下ってことやけ、うん。でも、イタリアは 24.7 歳って言ったっけ、うん、もっとやん。若い、うん。だってジャネッリが27、8とかで俺らより1個下とかやけね。で、それ以外のミケレットとか、その体格の人とか、あとオポの人とか、みんなもう、年下。22歳とか。そうなんや。そうそうそう。だけど、それぐらいもう若い選手で、うん、構成されとる。で、あんだけ今ね、こう結構もう完成されとるけ、うんうん、今後だけ、まあ、今回、パリ五輪があるけど、またその次の4年後、ロサンゼルスとか、うん、もう多分ほぼほぼ同じチームで来るけど、こう成熟されて、めっちゃ強くなるようなチームなんじゃないですかね、これから。なるほど。はい、というような感じです。で、今回、日本のスタメン、うん、また変わりましたね。はい。また変わった？どれぐらい変わったっけな？まあ、とりあえず、アウトサイドが、カイ君と、うん、大塚君か。うん。で、ミドルに、ラリー選手、うん。と、山内選手。うん。で、セッターが、深津さんに、体格が、宮浦選手。うん。で、リベロが、小川選手。というような感じの布陣でしたね。うんうん。はい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 。なんか珍しいよね、日本がこんだけ、こう、コロコロね、選手を変えて、試合に出ようっていうのは、だけど毎回毎回こう、試合始まる時のね、そのスタメン誰だよ、誰だよってね、結構なりますね。まあ、決まっとけね、うん、多分。あ、まあまあまあ、ね。オリンピックがね。そうやね。だけど本当に、まだ、オリンピックは決まっとるけどさ、12人は決まってないわけ、うんうん。だけど本当に、ブラン監督とか、まあそのスタッフ含めて、うん、なんか本当に、査定しようやろね、うん。もちろん勝ちに行くっていうのはあるやろうけど、その中で、ちゃんと使っていくっていうのはあるんかもね。うん、そうやね。うん。だけど、アウトサイドとか、本当に毎回変わりよし、あとリベロもね、うん、今までの結構国際大会って、山本選手、トモさんがずーっと定着しと仲が多かったんやけど、今回一試合一試合、ね、うん、出とうけね、マジで誰が選ばれるというか、わからんっていうような感じですね。はい。ラリー選手はだけ初出場。あ、そうやね。ラリー、そうやね。やろ？多分唯一。そうやね。まだ出てなかった。うんうんうん。そうね。だけど、これで、今回全員、うん、もうスタメンで、試合も出たって感じだったね、うん。はい。そんな感じだったんですけど、はい。どうでしたか？日本。
そうですね。負けちゃいましたけど。1セット目とかも、うん、そうやけど、勝ったけど、うん、まあなんか全セット、ずっと先行されてましたね。そうやね。うん。だけどなんか1セット目、良かったなーって感じだったね、正直。もう結構それぐらいイタリアが良かったっていうのがあったけ、うん。まあ1セット目はだけ、あれやね、日本がさ、めっちゃディグ上げよったやん。うん、めっちゃディグ上げて、その繋いで繋いで、そのスパイクとかもね、ブロックホールをまたいい感じで処理して、そのめっちゃなんか、日本、ザ日本っていうようなバレーをしとったけ、うん、こう、先行されたけど、最後ガッと追いついて、うん、逆転してっていう感じだったね。サーブが強かったのかな。なんかレセプション結構やられたイメージだったよね。レセプションと、すごい非ブロックが、非ブロックっていうかな。ブロックされたね。シャットアウトがめっちゃ多かったなって思ったね。ああ、そうやね。多かったね。まあだっけ。何本止められたんやろ。うん、全部で。かなり止められたイメージだけどね。そうやね。レセプションもね、サービスエースも結構取られたよね。うん、そうそうそう。だけど、いつもってさ、日本って、日本とどっか、ね、いいチ、レシーブいいチームってやっても日本がね、基本的にレシーブいいんやけど、うんうんうん、どうやろ。まあ結構日本もサービスエース取り寄ったけど、うんうん、それ以上に取られとんかな。ワンチャン取られとんかもね。なんか、データで見るとさ、イタリアが20本ぐらいサーブミスったよね。はい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 、はい。で、日本は多分10本ミスったかどうかぐらい。おうおうで、まあ倍ぐらいイタリアの方がサーブミスが多かったんやけど、うん、その、まあゲーム自体はイタリアが勝ったわけやん。うん、だけそこのミスのリスクショって結構攻めてきちゃったんかなっていうね、イタリアのサーブは。まあそうやね。だけどミスっとるけど、しっかり入った時に乱れたり、うん、サービスエース取ったりして、ブロックしとったことだよね。ブロックというか、まあ、ブレイクしたりしとんやろね、うん。まあ実際にブロックめっちゃしとったけどね、イタリアは。うん、だけどまあ、それが結果に出とったよね。そうね。入った時の質がちゃんとその分良かったけ、うん、日本はまあ苦しめられたんかなっていう。印象やね。うん。あ、確かに。だけど、サーブ決まっとうって言ったけど、俺さっき、確かに決まっとうで言ったら、ほとんど宮浦ぐらい。うん。で、まあ、たまに深津さんがいいサーブつけ、こう乱したりはしよったけど、それ以外のジャンプサーブ一応一緒でめっちゃなんかこう崩しとうなっていう印象はそんななかったね。うん、そうね。宮浦選手がちょくちょくエース取ってましたね。そうやね。宮浦良かったね。うん。しっかり、イタリア相手にも決めましたね。ただ、むちゃくちゃ止められたね。止められたね。宮浦選手、相当シャットされたんじゃない？うん。宮浦はね、あんなシャットされるってイメージマジないけどな。うん。やっぱ、世界ってすごいんやな、うん、って思いますね。うん、うん。日本とか読みよってなんかそんなブロックされるイメージないけんさ。まあだけ、崩されて、まあでも、崩されてない場面でも止められたりもしよったけ、ブロックが上手いんかもな、イタリアの選手は。うん。あ、イタリアだけセンターとかさ、両センター、ブロックめっちゃいいよね。うん。一人のセンター、ガラシっていう、ね、モンザでランクとやりよった人やし、それの体格のでっかいルッソやったっけ？ルッソもどこでやるやんか。ペルージャ？知らん。どっかにおったよね。でもあの人もブロックいいよね。はい、ね。そんな感じでね、ブロックがマジでいい。まあセッターもね、ジャネッリが190何歩？ 2 メーター近くあるけど、うん、身長が。ブロックがもうこんなん出るもんね。ジャネッリのブロックいいね。ジャネッリやばい。もう片手でトスとか言うときこんな出どうもん。ね。もうこっからパーンって。ワンハンドとかしようけ。マジ、ね。まあ、それぐらい高さがある、接待ね。やっぱ、強いわ配分もね、うん、あれやったもんね。30% ぐらいで、同じぐらい使われとったもんな、うん。こう見たら。そうだけ、結構あれやったね。序盤はもう、ミドルバー使ってきてさ、もう3、4セット目後半になってきたら、そのパイプ混ぜたりしてさ、うん、マジ配分良かったよね。もうあれ、日本がもう完全に、つけんような状態になったね。この間、だけ関田さんが、やったような、うん、そのトスワークを、まあ、ジャネリーがやってきとったね。やばいてやん。あんなされて、やっぱしかも、もう、スパイクが強いけさ、うん、やっぱ、きついよね、ブロック1対1になったら。そうやね。決められるわな。うん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 。まあでも、イタリアが、本当に、仕上がった感じするけどね、今回に関しては。めっちゃ強かったね。うん。だけど、だけど、イタリアは、結構。まだ無敗？まだ無敗。まあ、イタリア2回で、日本とやって3戦目やったっけ。ああ、まだ3戦目。今3連勝。って感じやね。だけど、イタリアはでもマジで今回結構上の方まで行きそうな感じの状態、うん、な気はしたね。普通にめっちゃいい。まあ日本って良かったっけどね、ずっとこう来て、うん、あんな17点とかでね、うん、3セット全部そんなんやろ、うん、そうやね。もうだけど1セット目がなんか本当に良かったなって言った感じで、そうね、展開見よっても、あ、これ結構きついなっていう感じだったね。ストレートの感じ。そうそうそう。あったよな、うん。だけど日本がもっとだけ、
1セット目みたいにブワーン拾ったりとか、するシーンがあればよかったけど、まあサーブがそもそもあんまりね、乱せたりが、他の人ができてなかったけ、そこが乱れとったら、そのめっちゃフルで相手が打てんくなるけんさ、そういうシチュエーションが増えたやろうけど、うん、まあ、そこがあんまり見れんかったけ、まあイタリアがどんどん気持ちよく攻撃してきたなって感じだったね。うん。うん。他はなんか印象に残ったのあります？俺印象に残ったやつさ、一つあるんやけどさ、うん、深津さんのブロック。あー、グーでね。こうやって、うおーってね。アウトだったやつね。あれ、あれすごかったわ。ああいうパターンもあるんやと思って。だってさ、普通さ、もう、なんていうの、グーにするぐらいだったら、こうやって引くやん、うん、みんな。でもさ、しっかりこうやって、グーって出してさ、その上ちゃんとビヨーンってアウトになりようけどさ、すげーと思って、俺。いや、でもあれ、パーにしとっても当たってないでしょ。当たってないからね。結構上通過しなかった。うん、いや、だけど、すごいと思って。だけど、こうやってさ、当たったら、バコーッと出るやん。確かに、これ。ああいうパターンあるんやと思って。すごいと思ったわ、あれ。いや、深田さんは、そういった意味でも、見せてくれますね。うん、うん。面白いね。面白かった。なんか、4セット目うん。まあ、点数も離れとったけ、結構思い切っていけたっていうのもあるんかもやけど、うん、クイックをさ、結構多用しとって。あ、ケンタロウさんのそのイメージめっちゃある。うん、そうそう、うん。あ、そうだね。4セット目にケンタロウさんがスタメンで出てきたよね。うん。そうそう。あの、結構3、4とかでまたスタメンコロコロ変わりよったんやけど。で、結構、そのクイックを連続で何回も使いよう感じで。で、しかもそれが切れとったけ、うん。なんか、まあ、リスクめっちゃあるんやけど、クイックって。うん。あれを、なんか、まあ、序盤とかからね、できるようになったり、決まればね、うん、いい展開になりそうな感じがするけどね。そうだね。やっぱクイックがないとね、サイドはさ、序盤の方こう決まってきても、やっぱ後半になると疲れてくるよね。うん、こうやっぱこう距離があればブロックもつきやすくなるけ、うん、そうなると序盤は決まりよっても、後半こう決まらなくなってくるよね。試合を全体通した時のね、うん、3セット目、4セット目とかなるときに。でけ、そういうので、クイックもあるとね、こうパイプがあったりとか、うん、こうサイドに散らしたりっていうのが展開できるけ、やっぱクイックってめっちゃ重要よね。うん。だけどイタリアとかは本当に今回、この試合ずっと通してクイックめっちゃ決めてきよったけ、うん、まあ本当に日本からしたら絞れんよね。あれはめっちゃ厄介やったと思いますね。うん。だけ、昨日、うん、昨日っていうのかなよりは、なんか、だいぶ打たせれと感じしたけどね。うん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 。ちょっとこう慣れてきたというか。はい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 。この間のキューバ戦ね。うん。そうやね。確かにね。そういう。そのコンビって意味では、ちょっとそういう感じでしたかな。うん。まあ、結果は負けたけど。うん。っていう印象ですかね。そうだね。うん。まあ、トスマーシは結果論ですからね。うんうん。サイドに上げまくって、勝つ、気持ちよく勝つパターンもあるし。まあ、そうやね。そうじゃない時もあるしね。まあ、難しいっすよね。うん。まあ、あとあれやったね。やっぱすげえなと思ったのは、小川？うん。やっぱめっちゃなんか派手なプレイで目立っとったってわけじゃないけど、うん、やっぱレセプションマジうまいね。一人だけ乱れずにマジでずっと返しちゃったもんね。何パーぐらいだったのか、返球率。めちゃくちゃいいなぁと思ったね、やっぱり。でもやっぱディグは、トモさん相当強いんやなって思うね。あー、その上げるシーンが多い。うん、やっぱその、印象的、やっぱトモさんが出た時ってディグダーンって上げるってやっぱ印象がある系。あやっぱ異次元のようなって思うわ、うん。その、目立っとうってことやん。そう、ポジショニングがね。うん、だけど、ね、すご、やっぱ改めて、そのディグって関しては、トモさんで。で、やっぱレセプションは、こう、まあ、小川こう見よったけど、やっぱ綺麗。めっちゃ返し方とか。だけど本当に、ディグ、トモさん。レセプション、小川。みたいな感じの印象、もう本当にそんな感じだからって思うね。うん、うん、うん。いや、ディグよく、ああ、レセプションよかったわ。チャンスボールの返球とかが、いいなぁと思うなぁ。あ、こうやって、こう、ワンテンポこう置いてね。うん。そのセッターがめっちゃ上げやすそうな、うん、チャンス返すなぁと。そうやね。なんかあれらしいよ。うわーってもともとさ、大学生の時とか、こう結構、ぴょんって雑な感じだったらしいんやけど、らしいんやけど、そうやったんやけど、ウルフドックスで外国人の監督やん。1、2年目とか違う監督やったと思うんやけど、その監督とかに、やっぱ丁寧にめっちゃしろって言われて、そういう、丁寧な、うん、プレイ、パス、うん。パスとかもめっちゃ丁寧になったらしい。まあまあまあ、みたいな感じですね。うん。まあとりあえず、ブラジルラウンド。まあ1次ラウンドって言うんかな。うん。1次ラウンドは3勝1敗でしたね。あ、これで終わりか。はい。とりあえず、1次ラウンドは終わりっす。はい。はい、で、1週間空いて、うん、まあ2週、また6月の1週目。うん。1週目から、福岡で次、ありますからね。はい。北九州で。はい。北九州でありますよ。我らが出身。うん。北九州で。
試合があるということで、うん、で、その福岡の試合から、まあ、石川選手、高橋選手、高橋藍選手が合流して、うん、またやるってこと、やるということなので、うん、またそこもちょっと楽しみな感じですね。うん、いや、だけ、あれなんじゃない？二人も、その自分らが行ってないけどさ、普通に結構みんなが活躍しようやん。うん、だけど、ちょっとそれはまたプレッシャーやろね。うん、そうと思うよ。だってさ、二人が来たら強くなるぞってめっちゃみんなやっぱ思われるな。うんうん、ら俺らもやっぱそう思っとうけんさ、うん、でそれでパフォーマンス出せんかったらあれってなるでね。全敗したりしてね。うん。4試合。そう。だけ、それはそれでまたある意味プレッシャーになるけ、それがいい方向に進めば、また日本がガッとね、強くなるじゃないかなと僕は思ってます。もうでもあの二人は、ちょっと、すごいですから。まあそうやね。まあ本当に、経験値も、こういう波がある選手たちじゃないけね、うん、こう本当に高い基準レベルが高いでこうプレーできるような安定した選手やね、二、うん、人とも。いやー楽しみっすねー、うん、まあそういう感じでまた再来週から福岡ラウンドあるということで、うん、はい、またこういう感じで、ね、追っていきたいと思います、うん、で次の試合、次の対戦相手がイラン、はい、まだ他にもポーランドとかね福岡ラウンドで戦うみたいなんで、はい、ちょっとね注目して引き続き追っていきたいと思います。うわ、ポーランド楽しみだね。そうやね、ポーランド戦は。今度日本に来るシルフカっていうね。うん。すごいスパイがいますから。もう発表されたの？え、それじゃないとこれ。わからんけど。まあ、もう言われようよね。あ、そうな。え、ってかさ、あれらしいよ。あの、ロペスおったやん、キューバの。うん。コメント見たら、パナソニックに行くかもみたいなの来とったね。あ、そうなんや。うん。俺らはそれ知らんけど、それ言われとおけ、それおもろいね。パナソニックに来るみたいな。え、シルフカ、確定じゃないん？よくコメントとかで書かれておくね。うん。まあでもまだ公表はされてない。あ、そうなんや。まあでも、まあ発表されてないけど、まあ言われようってことやけど全然いいんじゃない？ね。まあ気持ち、あくまで噂やけどね、うん。うん。まあランクもそれでね、実際3頭でくるくるって言われてきたしね。うん。はい。まあそういう感じですよ。はい。ということで、引き続き、日本代表をね、うん、僕たちは応援していきたいと思いますので、うん、皆さんもね、コメント欄見て、あ、おもれえなと思ったらね、ぜひね、テレビとかね、U-NEXT とか見て、一緒に試合見て、盛り上がりましょう。はい。ということで、今日の振り返りは終了します。はい。ありがとうございました。